お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、ランクル80の方にね、無線をね、アンテナをね、取り付けていきたいと思います。はい。で、今回用意しましたのはこちら、ダイヤモンドのね、3メーターのケーブルですね。はい。こちらをですね、取り付けて室内に引き込んでね、アンテナの方取り付けて無線をね、効率よく使えるようにね、していきたいと思います。はい。で、まあ、そんな感じのね、今日は動画になります。よろしくお願いいたします。それではね、この3ミリの L アングルをね、使ってね、加工していきたいと思います。
はい、お疲れ様です。今日はですね、外でね、草刈りエンジンの音がねうるさくてね、すみませんでした。はい、まあなんとかですね、外にアンテナをつけまして、室内に引き込みましてね、まあ簡易的ではありますが、まあこんな感じでね、使えるようにはねなりました。はい、こんな感じでね、はい、まあこっちは車に常設してるやつで、こっちがねデジカンで、両方ともデジカンなんですが、はい、これ USB でね充電できてね、すごい便利なんで、これは手持ちで持って歩きます。はい、まあ誰と喋るわけでもないですけどね、ブロンコで仲間同士でね、今どこみたいな、どこの辺走ってるのみたいな、ちょっと助けてみたいな時とかね、すごい便利なんでね、これを積んでます。はい、まあこれね免許いらないで、登録だけで済むんでね、気軽にね使えていいと思います。はい、まあこれでね以上になります。はい、お疲れ様でした。まあなんとかね、1時間ほどでアンテナの方がね取り付け終わりました。で、本来だったらね、バンパーの方にね穴開けてつけちゃってもいいんですが、まあちょっとねこれから予定変更したりもありますし、バンパーにね傷つけ、穴開けたくなかったんでね、まあ今ある既存の穴に対して、まあ L アングルで持ち出して取り付けとなりました。はい、でまたね、まあ変更や仕様変更とかねありましたらね、また動画撮っていこうと思います。はい、今回はね以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。